こんにちはトランペッターの宇野と申します、えーと。本日話そうと思うことはですね、えー、とスケール練習についてなんですけれども、えー、とスケール練習は、えー、とよくあの皆さんがしていると思います。教則本とかにはもう基本的にはもうたくさんあの書いてあったり、えー、と吹奏楽とか、まあ、ビッグバンドとかでも、まあ、スケールの練習の紙を渡されてやってるっていう方が結構多いと思うんですけれども。 えっとですね、僕はあのスケール練習は確かにあのフィンガリングドレミファソラ指導とかが早く動くとかそのフィジカル的に動くためにはすごくあの必要だと思うんですけれどもでもですね僕がえっとよく思うことはですねこのスケール練習をしたかといってそのスケール練習の音階の曲なんていうのは あんまり出てこないですよね。ドラミファサラシドシラソファミレトっていうような曲なんてあんまりないと思います。なので僕は普段どういうふうにその練習してたりどういうふうにスケールのことを考えてるかと言いますと,、えー、と一番考えなくちゃいけないのはそのスケールっていうのはその曲の腸の中でどういうふうな音がえっ、ー、と 選ばれてどういう風に使われているかっていうことの方が結構大切だと思うのであのただただ筋肉を動かして唇をウィーってなんかマウスピースを動かす練習とかではなくてあの一番いいのは、えっと、自分でちょっと作曲してみること、まあ、作曲っていうとすごく敷居が高くあの思うかなと思う方もいると思うんですけれどもあの本当に自由に一応あの頭の中にはドレミファソラシド。 を思い浮かべてでそれで、えー、と最初はゆっくり、あのー、一つずつメロディーを作っていくような感じですね例えば普通にすごく簡単なメロディーなのでまあ誰でも思い浮かぶかなと思うんですよねでそれをしてだんだん発展させていって音を増やしていきます あとはもう自由にえっ、ー、とまあ何が言いたいかというとですねえっ、ー、とスケール練習をただただ筋肉だけの練習にするんじゃなくて。 えっと音楽的に練習するっていうことですね。そうすると、あと頭で思い浮かべた音っていうのがまず頭が歌えてからボタンを押すことになるので、ピストンを押すことになるので、えっ、ー、と理解して音を吹くっていうあの癖がついていきます。なので例えば B B のメジャースケールまあ実音で A ですね。 えー、ドゥアって言われてれますね吹奏楽ではあのそういうふうに、えー、っと自分で難しいキーを最初パラ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 指であの指とかフィンガリングとかを譜面で書いたりとかして覚えるんじゃなくてまずは少ない音からあの自分で曲を作っていくそうすると指が勝手にあの動くんじゃないかなと思います。 ま,あまたちょっと補足とかしていくと思うんですけれどもあのまあ意義のあるスケール練習をしてみたら曲にすごく生きてくるんじゃないかなと思います。以上スケールの練習についてでした。